み方載ってる。すげえ真面目にこうコピーというか、なんつうの、あれやね、めっちゃ真面目ですね、企画書が。手書きじゃなくてちゃんとコピーの、なんつうのかね、パソコンで文字打ち込んでやってるって感じで。でも載ってないですね、読み方が。読み方の、これすごい真面目な方ですね、これ多分。はい。多分、ゴーデスでいいと思うんですけどね。はい。ゴーデス。はい。あ、こういう感じ。あ、なんかさっきのにちょっと似てるな。その玉の感じがね。この、6方向の玉が出るところ。方向じゃないな。6本の弾が出るところはさっきのシューティングと同じですね。いやいや、虫ですね、この敵は。虫を無視しろみたいなね、ダジャレを言ってみましたが、いかがでしょうか。あれ？カナブンみたいな虫ですね。あ、これなんかゼビウスのあれみたい。こういうのあるじゃないですか、ゼビウスのあの隠れたあれで、隠れキャラで、ああいう、なんていうのかな。あー、やられた。ボムはどんな感じ？あ、ボムはこれか。いつものやつや。うわ、むずい。むずい。結構、なんていうのか、敵の弾は結構散らばり系ですね、これも。うわぁ、ダメだ。クリアできなかった。もう一回。もう一回やります。結構むずいですね、これも。なんていうのかな、そんなにね、激しくないんですけど、敵の攻撃は。なんかむずいですね。あ、そうそう、ここがむずいんですよね。一旦ね、今回で 50本のね、半分いくんで、一回そこで、ここらでまとめ動画作ろうかなって感じはしますね。はい。ちょっとこの強い敵はもうボムで倒しちゃおう。あの弾めっちゃ撃ってくるやつはね、そうじゃないとちょっと厳しいわ。そうそう、こいつもボムで倒した方がいいな。もう最後の残機ですからね、これ。パワーアップ初めて今取ったんちゃうの、多分。あ、ボスまで行けた。おお、レーザーや。ちょっとあの S を取りたいねんけどな。 Sスピードアップか、 S って。あー、ダメだ、一面クリアできなかった。難しいわこれも。じゃあ終わりますね、GO です。はい。